それではまずはじめに古賀選手より皆様にご挨拶させていただきます。はい。ちょっと待ってください。緊張してます。本日は本当にお忙しい中、引退記者会見にお集まりいただき本当にありがとうございます。2024年の8月3日の、パリオリンピックの試合をもちまして、9年間のプロバレーボール選手としてのキャリアを得る決断をいたしました。それではこの後の思いも語っていただきますので、ちょっと長くなると思いますのでご着席ください。ではその決断に至るまで等々の今の思いを古賀さん聞かせてください。はい、まあ、本当に東京オリンピックが終わってパリで主将をやると決めた時からもうパリオリンピックでこう選手は引退するっていうのを決意してここまで練習試合をしてきました。パリオリンピックを振り返っていかがだったでしょうか。まあ、本当にこう私たちの目標であるメダルには手が届かなかったんですけど、まあ、そこは本当に悔しかったんですけど、やっぱりこうチームとしてこう戦うためにずっと練習をしてきて、こうそれで積み上げてきたものはこう少しも消えないなと私は思っているので、私含めてみんな本当に頑張った大会だったなと思っています。幼少期からここまでのバレーボール人生の思い出というのはいかがですか。はい、まあ、本当に小さい頃からこう、まあ、本当に家族の支えもあってこうたくさんの方にこう指導していただきながらこうプレーしてこれたっていうのがまず私は本当にこう感謝していますし、まあ、特に本当に家族にはたくさん支えていただいたので、そこはとても感謝しています。直接もうすでに何か声はかけられたんですか、ご両親に。いつですか。終わった、そうですね、引退をすると決めてからなのか、オリンピックが終わった後になのか。本当に東京オリンピックが終わってからもうパリで最後にするねっていうのはもう家族には最初から伝えていて、本当にこう最後っていうの分かっていたので、家族もパリの方まで来ていただいて、最後ケニア戦後に写真を撮れたので、それもとてもいい思い出です。今分かる範囲で今後についてというのはどのようなことを考えていらっしゃるんでしょう。まあ、本当に今後のことについては全くの未定なんですけど、まあ、本当に少しでもこれまでやってきたバレーボールにこう携わっていけたらいいなと思っています。ありがとうございます。さあ、本来であればここからが代表質問という形を取らせていただくところだったんですけども、何も古賀選手もちょっと今日緊張しているということなので、皆さんも広い心で見ていただければなというふうに思います。まずですね、質疑応答の時間にここから移らせていただきますけれども、こちらからまず代表質問を何個かさせていただきます。でその後に記者の皆様からの質問を受け付けますので、挙手にて、質問される際は、媒体名そしてお名前をいただければと思います。なおここからは、ストロボ撮影はご遠慮いただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。さあ、まず古賀選手は改めて私の方から代表質問を聞かせていただきますけれども、はい、実際にその引退に至った部分、キャプテンになってからというところでしたけれども、その思い早い段階で決めてたというのはどうしてだったんでしょうか。こう先、私自身がこういつまでやるかわからない状況でプレーするよりも、ここまで走り切るって決めてこうプレーしたいっていうのが一番強くあって、まあ、最初本当は東京オリンピックが終了したあたりからこう気持ちもちょっとなんだろう終了してたというか、こう、まあ、このメンタルで日本代表の方にも行けないなっていう気持ちもすごいあったので、まあ、そこでちょっと自分の中で葛藤もして、でも
キャプテンをやると決めてからじゃあパリまで絶対こうずっと先頭に立って引っ張っていきたいっていう気持ちにまたなったので、まあ、そこまでパリオリンピックまではもう全力で走り続けようっていう気持ちでずっとやっていました。期限を決めた3年間でしたけれども、その3年間プレッシャーもかなりあったと思うんですけれども、一番こう笑顔も輝いているような3年間だったようにも我々は感じています。この3年間というのは改めて今までと違うバレー人生だと思いますけれども、どのように捉えていらっしゃいますか？日本代表の時はやっぱりキャプテンをしていたんですけど、こう所属チームの時はキャプテンとか副キャプテンとかそういうのも全く何もせずに、こうもう私自身が成長することだけにフォーカスしてずっと過ごせたので、もう本当に自分も成長しているなっていうのをすごい感じれましたし、こう私自身が一番私自身のこう成長を楽しんで過ごせた3年間だったなと思っています。で、日本代表の方は、まあ、正直本当にキャプテンとしてっていうのも勝手に自分の中でこう背負い込んでしまって、こう大変気持ち的に大変な部分もたくさんあったんですけど、やっぱりこう話を聞いてくれる仲間だったり、まあ、所属チームのみんなだったり、まあ、本当にたくさんの方に支えられて3年間なんとかやってこれたかなと思っています。ここまでの長いバレーボール人生の中で一番心に残っていることや最も印象に残っている試合を理由とともに教えていただけますでしょうか？そうですね、日本代表の試合で言ったら今年のネーションズリーグで、まずはパリオリンピックの出場権を取らないといけないっていうところで本当にこうプレッシャーの中試合をしてました。で、そこからパリオリンピックの出場権取ってからタイでファイナルラウンドが行われたんですけど、そこで準決勝でこうしっかり今まで勝てなかったブラジルに勝てて、こう私個人としては初めて国際大会でメダルを獲得できたので、それが一番こう私的にはこう一番印象に残っていることかなと思っています。 V リーグの方ではどうでしょうか？私すぐ昔のことを忘れちゃうので、最近のことしかあまり覚えてないんですけど、今年の昨シーズン日本一を取ったファイナルの試合が一番印象に残っています。で、私たちそんなずっと強かったわけじゃなくて苦しい試合ももちろんありましたけど、こう負けから学ぶこともたくさんあったシーズンで、こう負けたことでこうチームがまた一つになれたっていうのをすごい実感したシーズンだったなと思うので、まあファイナルの試合って言いましたけど、その去年のシーズンは一番こう私個人もそうですしチームもすごい成長できたシーズンだったんじゃないかなと私は思っています。そしてファンの皆様もテレビなどを通してねたくさんご覧いただいたと思いますけれども、日本代表での活躍というところの古賀選手の印象というのも非常に強いわけですけれども、日本代表という存在は古賀選手にとってはどういう場所だったんでしょう？正直日本代表とってもきつかったです。やっぱり海外も転々としますし、やっぱり日本代表としてこう戦うっていうのはやっぱりこう責任のある立場でもあるので、まあ、すごい大変だったんですけど、まあ、日本のファンの方ももちろん海外のファンの方も日本チームの日本チームにたくさんご声援を送ってくださって、こう全くホームじゃないのにホーム感のような雰囲気も試合中作ってくださっていたので、そこはとても感謝しています。改めてになりますけれども、先ほどもお話しいただきましたが今後の展望について、まあ、今後バレーボールとの付き合い方も教えていただきたいですし、何かこう現段階で新たなチャレンジというものは考えていらっしゃるのかどうか、もしあれば教えてください。はい、本当に今後については全く考えていませんけど、まあ、少しでもこう自分ができることがあれば
何かこう今までずっとお世話になったバレーボールに還元できればいいなと強く思っています。今古賀さん実際この場所に座られてお話しされてますけれども、引退という実感というのはご自身でどうなんでしょう。そうですね、まだ実感、そんなめちゃくちゃ実感があるわけではないですけど、まあ、ずっとこうパリオリンピック終わって日本に帰国してからずっとゆっくりしているので、はい、まあ、実感はこれから出てくるのかなって思うんですけど、まあ、本当に日本代表も所属チームもの試合も私はすごい全力で応援したいなと思っています。ありがとうございました。私の方からの代表質問は以上とさせていただきます。それではこれから記者の皆様からのご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。媒体名お名前をお願いします。いかがでしょうか。ではどうぞ、マイクをお持ちしますので少々お待ちください。文化放送の岡田と申します。お疲れ様でした。バレーボールが大好きな古賀紗理那選手にとってバレーボールとは一体どんな存在だったんでしょうか。はい、やっぱりこう一つ自分の課題があって、その課題を克服するために練習して、それが克服されて、あ、一つ成長したって思ってもまた次の新しい課題が出てきて、まあ、本当にこう一生課題があるというか、まあ、次から次にこうやっと自分はここまでできるようになったと思ってもまたさらに新しい課題をくれる、とても私にとってはこう成長するためにこう必要だった大切なものだなと思っています。それでは次の質問いかがでしょうか。ではどうぞお願いします。NHK の福島と申します。古賀選手お疲れ様でした。東京大会の後もうメンタル的にはここでやめてしまってもおかしくないというような状況だったという中で、その中でこうキャプテンを受けようと思われたそこの思いについて改めて教えていただけますか。はい、東京オリンピックで初戦で怪我をしてしまって、もう本当に自分の中ではずっとかけてきた東京オリンピックだったので、まあ、気持ちも本当にこう落ちてしまってたんですけど、それでもやっぱりこう東京オリンピック日本代表として戦う自分にとってこうまだまだ全然やり残したことがあるんじゃないかなっていうのはずっと心の中にあって、まあ、それでもう自分の気持ちが終わったからもう日本代表行きませんは自分の中でも全然納得しないなと思いましたし、こう後悔するなって自分ですごい感じたので、絶対 この悔しさをまた晴らせるようにパリオリンピックに出場するっていう強い気持ちでまたやろうと決意しました。実際そこで決断されてパリまでこう続けてこられて、今こう振り返ってそこの決断間違ってなかったなというか良かったなというふうに思われますか。そうですね、3年間本当にこう大変なこともありましたけど、まあ、自分自身もすごい成長したなと感じているので本当に続けてよかったなと思っています。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてご質問ある方いらっしゃいますか。では奥の方どうぞ。テレビ神奈川の井上と申します。お疲れ様です。9年間の選手生活はどういったものでしたか。まあ、大変なこともすごいたくさんありましたけど、こう、まあ、私はこうずっと日本代表に呼んでいただいていて、まあ、本当に成長する部分、まあ、本当に大変な部分もありましたし、悔しい部分も惨めな思いをした部分もたくさんあったんですけど、それでもやっぱりこう自分のこう人としての成長もプレーももちろんそうですけど、こう人としての成長もこうできた9年間だったんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。
その他ご質問いかがでしょうか。では後ろのこの方お願いします。現役人生をお疲れ様でした。スポーツ日本の福永と言いますが、今後のことは、具体的なものは決まっていないということでしたけれども、今後なんか叶えたい夢とか、本当にこう、まだ具体的でないものでも結構ですけれども、何かあれば教えてください。本当に全然今後のことは未定なんですけど、夫のお世話を頑張りたいなと思っています。もう一つ、4年後のロサンゼルスオリンピックを目指す後輩たちに何かメッセージありましたらお願いします。いや、もう本当に大変だと思いますし、こう、他国も本当に強くなってきている中で、出場権をまず取るのも大変だと思うんですけど、ぜひ頑張ってほしいなと思っています。ありがとうございました。では次の質問お願いいたします。前方の方ですね、はい、バレーボールマガジンの太田部と申します。選手生活お疲れ様でした。クラブチームとしてはずっと NEC レッドロケツというチームに所属されたと思うんですけども、改めて NEC レッドロケツというのはどのようなチームだったと小川選手を振り返られるでしょうか。お願いいたします。はい、他のチーム、これまで今とかではなく、これまで他のチームはやっぱりこうスーパーエース、海外からのスーパーエースに頼るチームとかもあったと思うんですけど、こう私がこう NEC に入ってからはそういう選手ではなく、本当、海外の選手も含めてこうチームで戦うっていうのをずっとこう体現してきたチームだと思っています。だからやっぱりこう私自身もこうチームとして戦うとはこういうものだっていうのを、本当に NEC で教えてもらいましたし、それをこう日本代表にも還元したいなという気持ちでこうプレーしていたので、本当にそういう考え方にしていただいたのは本当に感謝していますし、本当に魅力的なチームだなと今も思っています。その他いかがでしょうか。では、まず奥の女性の方からお願いします。フリーランスの田中です。小川さんお疲れ様でした。ありがとうございました。自分がこう成長するためにバレーボールがあったっていうお話されてましたけど、今までを振り返って本当にこの時期が自分にとって一番転換期になったというか、成長につながる時期があったとしたらいつだったかっていうのと、あと改めてバレーボール選手古賀紗理那、ご自身でどんな選手だったと思いますか。自分自身が成長したポイントは本当にこうたくさんあったんですけど、やっぱりこう東京からパリまでやるって決めた3年間はすごい私自身は成長したんじゃないかなってすごい思っていて、やっぱりこう3年後こうなるためにはこういうことをこの年にやっておかないといけない、ここまでできるようになっておかないといけないとか、なんかそういうのを自分でちゃんとこう頭の中でもそうですし、こう計算して、それを所属チームのスタッフとかにも相談して、本当に計画的に自分が強くなるためにこう必要なことをずっとやってきて、それが本当に自分でもこう自分の感覚でも分かるくらいこう成長できている実感があったので、そこはなんか本当にこう一番楽しくこう過ごせてた時期、大変な時期でもありましたけど、こう一番自分自身の成長を楽しめてた時期だったかなと思います。で、何でしたっけ。私の性格的にやっぱり本当にこう他の選手がすごい大変になる性格、なんて言うんだろう、こうすごい、なんて言うんですかね、ちょっと待ってください。
こうちゃんとこう私自身がやっぱり自分自身のことをちゃんとしないとこだわりすぎてこう本当に周りも大変だったんじゃないかなっていうのはすごい感じています。でもやっぱりこう特に所属チームの人たち選手たちには本当に助けてもらっていて、こうなんかコートの中で問題が起きたりしたらすぐ、ね、これこうじゃないのとかちゃんと言ってるのをちゃんとみんなが受け止めてくれたから、私はこう自分に集中してプレーできていたと思いますし、なんかそういう人たちとの出会いのおかげで私はこれだけこうなんだろう楽しく自分にフォーカスしてプレーができていたので、それはとても感謝しています。で日本代表で本当にこう一番苦労したのがこう私と一緒の熱でプレーをしてくれる、してくれるように、私と一緒の熱でというかこう高い熱量でこうプレーしてくれるようにこういろいろなところでこうするのが一番大変でした。でもやっぱり本当に私自身は勝つためにこだわってずっとプレーをしてきたので、なんかそこが大変でしたけど、でも私はこう自分が思ったことははっきり伝えようと思ってずっとこう過ごしてきたので、その点は後悔なく最後までやりきることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、はい、ではどうぞ隣の列の方ですかね。はい、月刊バレーボールの村山と申します。小賀さん大変お疲れ様でした。ちょうど先週東京体育館で小学生の全国大会が行われたところで、小賀さんの影響を受けたり刺激を受けてバレーボール今やってる小さな子どもたちやこれからやってみたいと思う子どもたちがたくさん日本中にいると思うんですけども、そういった子どもたちに向けて小賀さんからぜひ頑張ってという意味を込めてメッセージをお願いできますでしょうか。はい、人のことは気にせずにもう自分が上手くなりたいって思う気持ちだけで絶対に上手くなると思うので、中途半端なことはせずに全力で頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。では次に、はい、お待たせいたしました、奥の白いポロシャツの方ですね。日刊スポーツの勝部です。お疲れ様でした。先ほど夫のお世話というようなお話もありましたけど、改めまして西田選手の存在についてどのような存在だったか教えてください。はい、私は本当に思ったことをすぐに言っちゃう性格なので、全部夫にムカつくことも楽しかったこともすべて言っていたので、本当に大変だっただろうなと思っていますけど、こう苦しい時に絶対にこう私の味方でずっといてくれたので、そこはとても感謝しています。これからはお世話頑張りたいなと思います。ありがとうございました。続きましてご質問ございますでしょうか。はい、では、その横の方かな、黒の、はい、まずそちらからお願いします。お疲れ様です。テレビ朝日の新しいと申します。これからも日本代表そして NEC を応援していきたいとおっしゃっていましたが、改めて今後プレーを続ける後輩たちで古賀選手が特に頑張ってもらいたい選手いらっしゃいましたら理由も含めて教えてください。特にこの選手っていうのは全然なくて、本当にみんなそれぞれいいところもたくさんあるので、本当に大変だと思うんですけど頑張ってほしいなと思いますし、私は全力で応援したいなと思っています。では次、真ん中の女性の方からいきましょうか。はい、スポーツ報知の宮下と申します。お疲れ様でした。
先ほど競技人生において、家族の存在があってここまでやってこれたっていうお話もあったと思うんですけど、改めてこう、パリまで応援来てくれた、ご家族の存在や家族への思いっていうのを聞かせてください。はい、小学2年生から始めて、やっぱりこう私たちよりもこう家族の方が、特に両親の方が、送り迎えだったりこう本当に大変だったと思うんですけど、こう私が大人になるまで続けさせてくれて、そこも本当に感謝していますし、こういつでも私の味方でいてくれて、こうそれがこう大人になってもこう自分が頑張る原動力だったの で最後パリの試合までこう直接見に来てくれてとても感謝しています。あともう一点なんですけど、ケニアとの試合の後に、もし差し支えなければチームメートにこう伝えた言葉などがありましたら教えてください。その直後は本当に自分もずっと写真撮影後はずっと泣いていたので、あんまりこう伝えることはできなかったんですけど、最後にみんなでこう集まった時に、こう私がみんなの前で言ったことはないんですけど、こうそれぞれ選手スタッフ含めてみんなでこう感謝しながら最後解散することができて、そこは本当良かったなと思っています。ありがとうございました。続いてご質問は、はい、どうぞ。アスリートマーケティングの別府と申します。現役生活お疲れ様でした。ネーションズリーグとパリ五輪ですごく日本のバレー盛り上がったと思うんですけど、今後バレー界どのように発展していってほしいかという思いがありましたら教えてください。そうですね、他の国、日本代表で言ったら他の国も本当に強い国ばっかりで、こうなかなか勝つのも難しいと思うんですけど、それでも日本の良さを常に出し続ければ本当に日本チームは強いと思うので、それぞれの良さを生かし合いながら、こうタフな試合ばっかりになると思いますけど、こう頑張って戦ってほしいなと思っています。ありがとうございました。はい、ではどうぞ。読売新聞の佐野と申します。お願いします。お話を聞いていて、後悔のない決断をしたというのはよく理解できるんですけれども、一方でファンの方の中からは、まだ28歳という年齢もあって、まだできるんじゃないかとか、早すぎるんじゃないかという、そういう惜しむ声もあると思います。古賀選手の、改めてもともと考えていらっしゃったそのアスリートとしての引き際のについての考え方というのはどういうところでこういう決断に至ったんでしょうか。年はあんまり考えていなくて、自分の中でここまで絶対にやりきるっていうのを決めたのが28歳だったので、なんか引き際とかそういうのは何も考えてなくて、もうここまで絶対私は全力でやりきるっていうのを決めてこう競技生活を送っていたので、質問の答えにはならないと思うんですけど、こう私はそこまでって決めて全力でこう出し切ったので、後悔なく、はい、終わることができたかなと思います。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、ではどうぞ。フリーランスの大塚と申します。ベタな質問で申し訳ないですけども、高校時代、NEC レッドロケッツ時代、日本代表でそれぞれで印象に残っている試合、思い出に残っている試合というのを挙げてもらってもよろしいでしょうか。さっきも言ったんですけど、昔のことをあんまりすぐ忘れてしまうので、高校時代本当にあんまり覚えていなくて、なので日本代表はさっき言った2024年のネーションズリーグの準決勝と、チームでは去年のファイナルです。わかりました。あります。その他いかがでしょうか。はい、ではどうぞ。
サンケイスポーツの田崎と言います。どうも長い間お疲れ様でした。2つほどお伺いしたいんですが、1つはそのケニアの試合が終わった段階で、まあ、それで本当に終わりかというとまだそれが決まってなかった、非常に中ブレインな状態にあったと思うんですが、あの試合終わった後、まあ、泣いてらっしゃいましたけど、あれはどういう思い、自分のバレー人生終わったという思いだったのか、どういう思いだったのか、ちょっともう一回振り返っていただけますか。まあ、パリオリンピック の, その予選最終戦 の, の1試合前にあのしていた試合で、まあ、フルセットに行かなければ、フルセット行かなければほぼほぼこう決勝ラウンドに行くのは難しいっていうのはもう分かっていて、まあ、その試合に入る前にもうその1個前の試合が3対1で終わっていたので、まあ、もうほぼほぼ最後になるなっていうのはこう気持ち的に分かっていたことなの で, でその試合に入る前に選手とスタッフみんなでこう最後のエンジンをするんですけど、その時にあのチームマネージャーの方が最後声出しをしてくれて、その時にあの今日最後かもしれないし最後じゃないかもしれないけど、それぞれが持てる力を全部出そうっていう話と、あとサリナのためにも頑張ろうっていうのをこうチームスタッフの方が言ってくださって、まずそこでちょっと泣きそうになっていて、で最後しっかり 3-0 で勝った後に、あ最高なチームだったなって思いつつ、まあ、これがこの最高のチームでやる最後の試合だ、最後の試合になるかもしれないなっていうので、はい、ちょっと悲しい気持ちで写真撮影をしていました。わかりました、ありがとうございます。それからもう一つ、まあ、あの今後のことはまだ未定だとさっきからおっしゃってましたけれども、まあ、こんなことをしたい、あんなことをしたいってもう少し具体的なこと、例えばその先輩だと引退した後に大学に入り直して指導者の道を歩んだ方もいらっしゃいますし、まあ、あるいはその西田選手との間で子供を作っていい選手、いい子に育てたいというようなこともあるかのかなとも思いますし、その辺どんなことを具体的にしてみたいなと思っていらっしゃるでしょう。秘密ですね、はい。よろしいでしょうか。今後についてはですから皆さんで楽しみにしながら古賀選手の動向を待ちたいなというふうに思いますね。さあその他の質問いかがでしょうか。皆様よろしいですか。はい、では、こちらの方で、質疑応答の方を終了させていただきます。さあそしてここの時間になりますけれども、ここで古賀選手への花束の贈呈を行いたいと思います。プレゼンターは NEC レッドロケッツ川崎監督の金子監督です。お願いいたします。監督、ちょっと古賀選手に一言ねぎらいのお言葉をかけていただいてもよろしいですか。本当にバレー界のために全力を尽くしてもらって、すべてをかけて戦ったと思うんで、これからは第二の人生本当に存分に楽しんでほしいと思います。本当にありがとうございました。古賀さんから監督にも何か一言ありますでしょうか。金子さんは本当に私をこう最後までこう信頼してくれて、こう調子が悪い時でも絶対外さずに、こう金子さんもかなり我慢されたと思うんですけど、そのおかげで私は本当に成長できたと思っています。今年のリーグも全力で応援します。優勝目指して頑張ってほしいです。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお二人揃っての写真撮影フォトセッションを行っていきたいと思います。カメラマンの皆様もし前の方によろしければどうぞ。そのままでも大丈夫ですか。
ではこちら皆様の主導で、はい、目線などをいただけるように促していただければと思います。よろしくお願いします。モニター切りますか。一旦モニターをちょっと切っていただいてもよろしいでしょうか。プロジェクターをオフにすることは可能でしょうか。マイクもちょっと下げましょうか。大丈夫ですか。モニターあっても大丈夫ですか。ちょっとない方がいい。あ、消えました。大丈夫でしょうか、これで。はい、ではよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。では続きまして、後方の ENG カメラの方に向かって、あ、監督も一緒にお願いいたします。 ENG カメラの方に向かってお願いします。まずどちらから、真ん中からいきますか。大丈夫ですか。はい、よろしいですか。 OK ですね。はい、では金子監督ありがとうございました。さあ続いて古賀選手、ワンショットで皆様、スチールカメラの皆様からお願いいたします。よろしくお願いいたします。いろんなポーズしっかりご要望いただければ、おそらく答えていただけると思いますので、どんどんと皆様よろしくお願いいたします。あ、西田さん一番前じゃなくていいんですか。はい、入りますか。はい、はい、入りますか。じゃあ、はい、西田さん、奥様からのご要望でございますので、すみません、急遽のご対応になりますけれども、
それでは、後ろの ENG のカメラの方にもちょっと西田さん、僕も一緒お願いします。はい、必要です。いや、いるんです、大丈夫です。皆さん欲しがってます、欲しております。はい、中央のカメラの方からお願いします。よろしいですね。はい、ありがとうございます。そして西田さん、もうちょっと欲しがってもよろしいですか。あの、古賀さんからのご指名でしたので、はいはい、ちょっと予定にはなかったんですけれども、一言いただいてもよろしいですか。僕からですか。はい、やばいってそれ。マイクで、はい、古賀さんに向かって、あの、はい、マジですか。あんま予定もないですわ。それがまたいいかなと、はい。まず皆さん、お足元の悪い中来ていただいてありがとうございます。はい、で、まあ、僕の奥さんになっていただいたんですけど、まあ、あの、なんていうんですかね、ちょっと難しいんですけど、あの、まあ、とりあえず長い現役 お疲れ様でした、はい。まあ、これからもいろいろと、まあ、自分も現役はまだまだ続いてきますけど、まあ、引き続き自分たちで、いい家族を築き上げれたらなと思います。お疲れ様でした。絶対違う気がするんだけど、逆のコメントもいただいた方がいいですか。それは、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。すみません、はい、ではご着席ください。さあ、ここで、あの、まあ、私から言うのもあれなんですけども、一ファンとして、まあ、座っていただければと思うんですけど、一ファンとして代表して、ちょっとファンを代表して言わせていただきたいなと思ってたんですけども、まあ、本当に、あの、バレーがとっても大好きで、もう常に上手くなりたいと思ってらっしゃった古賀さんの純粋な気持ちっていうところから出てくるプレーに対して、私たちファンっていうのはやっぱ感動も勇気もたくさんもらいました。で、その中で古賀紗理那という選手にとっても夢も見させていただきました。ただその夢を見させてもらった分、期待っていうのは我々もとっても大きくって、その期待の大きさっていうのは計り知れない重圧があったと思うんですけれども、それと真摯に向き合って逃げることなくまた戦う姿に心を踊らされましたし、うん、あの、常にベストパフォーマンスをその時その時に出そうとしている古賀さんの、なんだろうな、ワンプレーワンプレーにとっても、なんだろう、バレーの楽しさっていうのも教えてもらったような気がします。そのワンプレーワンプレーっていうのが、その古賀紗理那さんの全てのプレーというのに我々ファンはとっても感謝してますし、本当に心からありがとうございましたと伝えたいと思います。ありがとうございました。さあ、それでは、最後に古賀選手より皆様に今一度ご挨拶をいただきます。座って大丈夫です。本日は本当にお忙しい中、こんなにたくさんの方に集まっていただき感謝しています。まあ、これからはこう選手としてではなくなりますけど、こう、何でしたっけ、忘れた、選手としてではなくなりますけど、本当にこうたくさん、これまでたくさんの方に取材していただいて、こう私自身もいろんなところで成長できました。で、ファンの皆さんにも本当にこう苦しい時も、こう調子がいい時もずっとこう背中を押して、こう一緒に戦ってくださっていて感謝しています。はい、本当に今日はたくさんの方に集まっていただいて感謝しています。すいません、まあ、これまで本当にたくさんの方に、こうたくさんの方の応援のおかげで私はここまで続けることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。それでは記者の皆様、本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます。今後とも、今日からですね、もう古賀紗理那さんという呼び方になるんですかね。そうですね。はい、この古賀紗理那さんの新しい活躍というのを期待して、皆様もよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。古賀選手、ありがとうございました。